ヨハン・ハイン・リッヒ・ォー・ミエラーは、ドイツの画家、建築家、ブレーメン出身。ボルプス・ベーデに住んでいた。ブレーメンの中産階級の家に生まれた。1890年から1895年の間、デュッセルドルフ美術アカデミーで学んだ。北ドイツの芸術家村、ボルプス・ベーデに最初に住み始めた、芸術家の一人で、1894年に、ボルプス・ベーデに移った。 1894年に父親が没し,し、芸術家として暮らして行ける十分な遺産を受け取った。1895年に小住宅を買い、カバノキを植え、カバノキの家と呼ばれた家は、ボルプスベーデに集まった芸術家たちが集う場所となった。画文集を出版して成功し、ブレーメンのタウンホールの壁画を描くなどした後、国外を旅するようになり、1906年に、 西洋のために、生論を訪れたとき、生論の植民地に働く人々に衝撃を受け、ポーランドのうちで、社会運動に触れ、ロシアの作家マクシム・ゴーリキーの作品を読み、労働社階級に深い共感を抱くようになった。1908年に、弟と、労働者の共同体企業、ワープスウィーダー・ワークシュタットを設立し、家具を生産したがこの試みは成功しなかった。 第一次世界大戦が始まると、軍役につき、1915年に東部戦線に配属された。ロシアのボリシェビキの思想に触れ、ドイツ皇帝に平和を訴える文書を書き、しばらく精神病院に送られ、兵役を解除された。戦後は、ドイツ共産党の党員となり、1918年からのドイツ革命では、友人の画家の首都をマート、老兵、霊帝に参加した。 革命後逮捕され、妻と離婚した。1931年に2度目の妻とソビエトに移住したが、第二次世界大戦が始まると、他のドイツ人と共に、ソビエト当局によって、カザフスタンに送られ、1942年に劣悪な環境下で衰弱して母した。ありがとうございます。